今回はメガロサウルスの仲間たちについて喋っていこうと思います。メガロサウルス科は、顕微類のグループの一つです。メガロサウルス科は、ジュラキ中期に出現し、ジュラキ後期に絶滅したと考えられています。それでは種類の解説に入っていこうと思います。まずは、エウストレプトスポンディルス。極めて原始的なメガロサウルス類で、エウストレプトスポンディルス科という科が設けられたこともありました。当時のヨーロッパは、 いくつもの島になっていて、海岸に落ちている死骸なんかを漁ったんじゃないかという説もあります。続いて、マグノサウルス。もともとメガロサウルスとされていたものから分けられたものです。マグノサウルスとは、大きいトカゲという意味の名前で、分けられる前のメガロサウルスとほとんど同じ意味の名前ですね。次に、ストレプトスポンディルス。フランスに接続していたメガロサウルス類で、恐竜研究の初期に発見されたものなんですが、 見つかった部位が少なく、未だに謎の多い恐竜です。続いて、ドゥリアベナトル。見つかったのは、口の先端と全眼下層の前のあたりの部分でした。ちなみに、こいつも昔、メガロサウルスだと考えられていました。続いて、アフロベナトル。アフロベナトルとは、アフリカのカリドという意味の名前なんですが、その名の通り、アフリカから発見されています。ちなみに、アフロベナトルは、アロサウルスに近いとする研究もあり、分類がよく分かっていなかったりします。 続いて、メガロサウルス。1824年、初めて正式に記載された恐竜です。恐竜の研究がまだ未熟だった頃、肉食の恐竜が見つかると、すぐ、メガロサウルスだという感じになってしまったため、メガロサウルスの中に全く関係のない恐竜が分類されてしまっている、という状態になったりもしました。最後に、トルボサウルス。エドマルカやブロントラプトルと呼ばれているのも、こいつだとされています。トルボサウルスは非常に大きな恐竜で、 全長10メートル近くに成長した可能性があります。ローリニャン層やモリソン層から発見されていて、地域では最大級の肉食恐竜だったようです。今回はメガロサウルス科について喋ってみました。今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは、バイバイ。